前回は自閉スペクトラム症の人の情報の捉え方、物事の理解の仕方、学習スキルの特徴について解説していきながら、自閉症の人の支援に有効な構造化とは何か、その概念を具体的に説明してきました。自閉スペクトラム症の人を支援するにおいて、構造化の基本的な考え方は共通しています。しかし、自閉症の人の情報の捉え方、理解の仕方、学習スキルの特徴は一人一人異なります。そのため、構造化は一人一人に合わせて個別化する必要があります。今回は、自閉スペクトラム症の人を支援するために非常に有用となる構造化について、構造化を始める前のアセスメント、評価についてやっていきたいと思います。このチャンネルでは、知的障害や発達障害に含まれる自閉スペクトラム症や ADHD をはじめとする様々な障害とその特性理解、また支援・サポートする際に必要な知識やノウハウを紹介しています。個別の障害特性や支援に限らず、障害福祉の歴史や制度、価値や理念についても今後やっていきたいと思います。いつでも、どこでも、誰でも、目の前で困っている方の暮らしに役立てるよう、明日使える知識のために動画の配信を頑張っていきたいと思いますので、応援していただける方は、チャンネル登録、ベル通知などサポートをお願いします。それでは早速やっていきましょう。構造化を行う上で、一人一人個別化が必要な理由は、同じ指示や同じやり方を示しても、すべての自閉スペクトラム症の人が同じように理解しているわけではないからです。前回の動画で解説したように、構造化とは基本的に自閉スペクトラム症の人を導いて、本人にやるべきことを伝えて整理するものです。自閉スペクトラム症の人は、知的な能力においても、理解においても、視覚的な能力においても、一人一人大きく異なります。ですから、構造化は個別化することで、自閉スペクトラム症の人にとって有効なものとなります。活動を構造化するために、文字を使ったり、文字を強調したり、太字にするなど、様々な方法を考えて実施することで、本人の能力を最大限に引き出して、本来行うべき活動に注意が向くようにして、さらに集中できる方法を用いて物事が整理できるようにします。そこで本人が最もよく理解できるもの、本人の強みとなるものを活用して自立して行動できるように支援することが構造化を行うにあたり重要なポイントとなります。何度も言いますが、構造化のやり方は一人一人異なります。ここでいう個別化とは、一人一人のアセスメント、評価に基づいて構造化を行うことです。一人一人に合わせた構造化を行うためには、個別のアセスメント、評価が必ず必要となります。個別のアセスメントとは、本人の能力や行動の特徴を具体的に把握することです。自閉症の人の理解の仕方、学習スキルや能力を確認して、何ができるのか、どうしたらできるかを分析することで、その人にはどのような構造化が有効なのか、本人に合った教え方などをアセスメントをすることで見つけ出していきます。自閉スペクトラム症の人は、知的な能力もコミュニケーションの能力も一人一人異なります。よって、何かを教えるときには本人にとって意味があり、本人が使える構造化を実施するために、本人の特性や能力を理解する必要があります。自閉スペクトラム症の人は、個人差が非常に大きいので、最初に実施した構造化が常にうまくいくとは限りません。そのため、本人が活動している様子を観察して、うまくいっていなければ、再構造化を検討していかなければなりません。これを、再評価、再構造化と言います。一番初めにアセスメント、評価をして構造化を行った後、本人が取り組んでいる様子を観察して、再評価、さらに再構造化を行います。アセスメントには、TTAP や PEP、CARS など、一定の手続きに基づいたフォーマルな評価と、日常の様子を観察して行う、インフォーマルな評価があります。インフォーマルアセスメントは、日々の暮らしや実際の支援場面で、自閉スペクトラム症の人の様子をよく観察して、理解の仕方や好むこと、能力や状態を把握することです。自閉症の子供が自由に遊んでいる様子を観察することはとても大切です。
自閉症の子どもの遊び方にはその人の自閉症の特性が最もよく現れます。インフォーマルアセスメントをすることで自閉症の人の理解の仕方に合わせて興味関心、好きなこと、得意なこと、強み、スキル、できること、どんなことができるのかということを把握することができます。これらをもとにして教える課題や活動を考えます。何を教えるのか、どのように教えるのかをその人の学習スタイルと興味関心、強み、能力から把握して学習場面や活動の構造化の内容を検討します。支援の中で評価を積み重ねながらその人に合った構造化を行うことで、構造化された環境の意味や期待されていることが何か本人が理解できるようにします。自閉スペクトラム症の人の大人も子どもも一人一人学習スキル、興味関心、強み、理解の仕方がはっきりと異なります。その違いに合わせた個別的な支援が必要となります。そのためには一人一人を適切にアセスメント、評価してその人をサポートする人がその人のことを正しく理解するということが構造化を行う上での大前提となります。評価に基づいて行わない構造化とは、視力検査をせずにメガネを作ることと同じです。その人にとって意味あるものを提供していくためにも、理解の度合いを評価してその人に合った構造化を組み立てていくことが重要となります。以上が構造化を始める前に重要となるアセスメント、評価についてでした。この動画が学びにつながれば高評価、チャンネル登録をお願いします。また障害に関する知識や理解が広がり皆さんの暮らしに役立つことを願います。参考になれば家族や友達、大切な人に動画の内容を伝えてください。ではまた。